ラリ兄弟が作ります。食いたいです。松浦健二です。松浦健太です。食います企画の2人目の選手に来てもらってます。お願いします。お願いします。大きいね。183あります。おい、すぐアピールしてくるいいね。じゃあまず自己紹介からお願いします。はい、東京都の立教池袋高校2年の小田圭翔です。よろしくお願いします。お願いします。いいね、なんか強そうだね。まあ一応体だけはなんでこの企画に応募してくれたのか、その思いをちょっと聞かせてもらえたら。はい、中学から卓球は始めてたんですけど、中学からそうなんですよ。本格的には中学で始めて、もともとゴルフを昔からやってて、まあ、一応全国とか出てたんですけど、その時に、まあ、下半身とかを使う、まあ、練習が組み込まれてて、それが卓球で、その卓球は対人スポーツだから、まあ、そこで俺もやってみたいなっていうのが芽生えて、まあ、中学からは入って、で全国をそこから目指そうと思ってたんですけど、やっぱり高校に入っていろいろコロナとかいろいろあって、今年が勝負だと思ってたんですけど、やっぱり亡くなっちゃった時に食いますっていうのを 見させてもらって、いやここしかないって思ってここにかけさせてもらったっていう感じですね。すごい、いやなんか俺はもう小田くんからもらったメッセージがもう熱すぎて、これはもう救うしかないなと思ったんだよね。ありがとうございます。今の話も聞いてて、やっぱこの企画に参加してくれていいなと思ったんで、ぜひアピールできればなと、はい、僕らも何か協力できればなと思うんで、楽しんでやってもらえたらなと思います。アピールポイントみたいな、自分の特徴みたいな。はい、僕は一応裏裏でリョハンドのシェイク型なんですけど、まあ、結構身長もあるんで、まあ、一撃とかスマッシュとかドライブがあるパワーとか、はい、でそれに生かすための、まあ、サーブとかも結構いろいろあるんで、それがアピールポイントかなって。なるほど。卓球で言うと、じゃあ松浦健二より、まあ健太を見ると健二よりのところもあるじゃん。それやばいです。いいところに進もうかなと思って今頑張ってます。で練習、健太との練習なんですけど、僕のチャンネルでやらせてもらって、僕と小田君の試合なんですけど、健太のチャンネルでそちらは流すことになってるんで、ぜひチャンネル登録お願いします。じゃやっていきましょう。はい、お願いします。お願いします。Thank you.
ちょっと音がついてるから、もうちょっと帰ってこない。バックは戸建てにいいけど、この後結構ね、スタンプしないと帰ってこない。帰ってこない。はい、次。この前に、旦那しまって、はい、ヒーターバックするんで、はい、一本バック返してもらってから、バックやる。はい。中学生から始めたとは思えないぐらいキレのいい両ハンドでしたね。僕のチャンネルの方ではここまでです。あとはケンタのチャンネルの方で小田くんと僕の試合、そして小田くんへのインタビューが載っています。ぜひそちらも見てください。小田くんのますますの活躍を祈ってます。頑張れ小田くん。ケンタチャンネルへ行こう。